ックの内側まで下がってお待ちください。ご乗車の際は列車とホームとの間に安全に戻らない、ご注意ください。はい。
技術、文化を京都や大阪、江戸へと運ぶ街道として栄えたのが呼ばれています。街道への門は昼夜問わず開門されていたと言われ、朝日や列車は間もなく福岡県から佐賀県へと入ります。佐賀は世界的に有名な陶磁器や工芸品をはじめ、佐賀平野や有明海といった雄大な自然や壮大な歴史ロマンを感じられる遺跡の数々など魅力が豊富あります。3号車ビュッフェでは佐賀県の商品を取り揃えていますので、どうぞお立ち寄りください。佐賀は我慢よくところばい、ゆっつら楽しみにしたい。合わせまして皆様にご案内します。この36クラスタンは九州7県を色をテーマに5日間かけて一周し、各ルートの文化や自然、食などに関する35個のエピソードを載せて走行しています。列車を楽しみいただいた後には、お客様ご自身に36番目のエピソードを語っていただきたいという思いから、お客様のエピソードを募集します。Thank you.
Thank you.
パーナなしデビュー30周年でもあるこの年に再び会うことができ嬉しく思います。素敵な3組のエピソードが届いております。皆様本日のことを忘れず、また違う曜日でもお会いできますことを楽しみにお待ちしております。では来たね、長崎の街はゆっくり楽しまんね。まもなく終点の長崎に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。終点の長崎駅ではスタンプ台を設置しています。お配りしましたリーフレットにスタンプを集めてみてはいかがでしょうか。また2号車3号車付近にて記念撮影用のパネルを用いた写真撮影を行います。今日はディスカバー九州エクスプレス36+3にご乗車くださいましてありがとうございます。お降りの際はお忘れ物をなさいませんよう、お手回り品を今一度ご確認ください。皆様もまたのご乗車をお待ちしております。